馬の状態は一体どうなんでしょうか。立東半路調教タイム、こちらもターゲットでチェックします。はい、立東半路調教馬の半路調教タイムご覧いただいています。私が短距離戦でいつも注目しているラスト2波論のタイム順に並べ替えています。そうするとですね、その高野日向さんの先週ですね、3月13日のタイムがトップに来ます。2波論がラスト24秒0、全体も51秒9と優秀。さらにちょっと下の方行くと、今週の時計も出てるんですけど、今週もラスト2波論24秒9で全体も52秒台と結構いい時計が出てるんではないでしょうか。でちなみにですね、この高野日向さん、ニューイヤーズデイの産駒なんですよね。でニューイヤーズデイって中距離くらいのイメージ結構あるなと思うんですけれども、阪神の戦にどうなんだろうと思ったので、このコースに強いし、ボボもちょっと調べてみました。はい、勝率順で見ると実はトップなんですよね。まあ、分母がすっごく少ないんですけれども、はい、こんな感じになっています。ちなみにこの1勝っていうのが高野日向自身のものなんですけれども、もしかしたら実はニューイヤーズデイ短距離もいいんじゃないかなというね、仮説を立てて、このあたりにも注目したいなと今回思っています。以上のデータから買い目はこうなりました。はい、単勝馬連ワイドでございます。ニューイヤーズデイ、そして、ご覧の通りね、はい、角田騎手の栗のオリーブも加えてという買い目にしてみました。こちらの予想もしよかったらデータの部分のみ参考になさってください。馬券はあくまでも自己責任でお願いします。以上、 JRA 版を使った指数班とデータ班の予想対決、そして私の一押しレースでした。この後は番組解説員による展望です。ファンで勝ち馬探してみませんか。印をつけてババン予想、スマホで簡単、どこでも馬券がババン買える。データを味方にバンバン予想ババン。さあ、ここからは番組解説員による高松の宮記念の展望です。解説員は今週からユーマの佐藤直文さんです。直文さん、お久しぶりです。こんにちは。お久しぶりです。お願いします。さて、昨年夏の開催以来ですから、ご出演およそ7ヶ月ぶりなんですけれども、はい、いきなりもう春の G1 シリーズ始まりますね。そうですね、もうよく年明けお正月の開催とね、夏が場が多かったんですけども、はい、まあ、シーズンということで、まあ、いきなり頑張りたいと思いますね。はい、しております。はい、今週からどうぞよろしくお願いいたします。さあ、まずは先週のスプリングステークスの振り返りからです。シックスペンス無傷の3連勝、レースはどうご覧になりましたでしょうか。まあ、強かったですよね。まあ、本当にセンスのある馬なんですけどもね、2連勝しているとはいえですね、2連勝の間もあまりこう、状態というかね、足元がそんなに良くなくて、騙しという調教の中で勝ってきた。ですけども今回はしっかりこう調教を詰めてましたよね。ですからこれだけのパフォーマンスができたと。まあ、この着差を考えると先々本当にこう、まあ、本当にこう濃いから、競馬ができる馬ですから、どこへ行ってもこう勝負になるようなそんな気がしますけどもね。あとはもう状態、足元というところだと思いますね。はい、ここまでスプリングステークス振り返っていただきました。それでは高松の宮記念の展望に入ってまいりましょう。早速直文さんに有力馬を伺っていきます。まずは本命馬を教えてください。はい、3番ナムラクレアですね。はい、本命3番ナムラクレア、前走は G3 京都牝馬ステークス、1番人気2着でした。まあ、少し後ろから行き過ぎたかなと、まあ、ペースもそんなに、ね、こう速くなかったですから、まあ、ある意味こうちょっとこう足を余したといいますかね、そんな感じのレースでしたけども、前哨戦ということを考えると上々の内容だったかなと思いますね。はい、ナムラクレア、昨年の高松の宮記念では2着でしたけれども、改めて振り返っていただけますでしょうか。まあ、馬場も悪かったですしね、まあ、早めに抜け出した勝ち馬を、まあ、ちょっとこう逃してしまったかなっていう感じですから、はい、まあ、人気薄の勝ち馬ですから、これはもうしょうがないかなという感じなんでね、よく2着まで来たなという感じはしましたけどもね。はい、今回悲願の G1 制覇をということで、今回は中4週です。状態面いかがでしょうか。はい、まあ、前走時よりは確実に上向いているなと。最初追い切りは
結構いましたけどもね、選手が少しこう時計あまり出てませんでしたから、その分も合わせておったなという感じですから、まあ、ある意味こう一回使ってね、上積みっていうのはかなりあるんじゃないかなと思いますね。はい、まず本命3番ナムラクレアのお話を伺いました。2番人気 6.0 倍です。では続けて対抗もお願いします。はい、5番東進マカオです。対抗5番東進マカオ、前走は G3 オーシャンステークス1番人気1着でした。まあ、結果1番人気になりましたけども、馬体にも少しこう余裕があったし、含め残りかなと思っていたんですけども、長距離の動きは力強かったですからね、まあ、この相手ならばちょっとこう力が違うぞといったようなね、本当に勝ちに行って勝つっていう強い勝ち方ができたと思いますね。はい、今お話あったように前走時馬体重プラス12キロでしたもんね。そうですね、10キロとは言えませんけども、半分ぐらいはやはり余裕があったなという感じはしますね。はい、そうすると今回上積みにも期待できるんでしょうか。はい、中2周です。状態も見ていきましょう。まあ、間隔は詰まってますから、これはやはり織り込み済みのローテーションだったと思うんでね、はい、1回使って1本やればぐんと良くなるだろうというような、そういうこう目論みだったとは思いますけども、本当にこうラストは弾けるような伸びですから、ね、まあ、確実に、まあ、上積みあるんじゃないかと思いますね。はい、対抗5番東進マカオのお話を伺いました。3番人気 8.8 倍です。では次の馬もお願いいたします。はい、12番ロータスランドです。12番ロータスランド、前走は G3 京都牝馬ステークス5番人気6着でした。まあ、そうですね、ナムラクレアと同じレースですけども、通った場所っていうのはもう全く違いますよね。はい、一瞬抜けてくるかと思ったんですけども、まあ、その辺は、まあ、ちょっと悪い内馬場のね、内目を通ったというところで最後は仕上がりましたけども、まあ、やはりこう馬群をついて伸びることができるというのはこの馬の強みだと思いますね。はい、ロータスランドといえば高松の宮記念、おととしの2着馬でもありますけれども、その時もオモババでしたね。そうでしたね。このコース、それからオモババ、これはもう本当に得意な馬ですから、はい、あまり人気がないんでね、これは積極的に狙っていきたいと思いますね。はい、12番ロータスランドは中4周在休調整ということですけれども、調教の動きはいかがでしたか。はい、力強いですよね。馬体にも張りがありますしね、まあ、合わせるまでこれはもう販路ですけども、しっかり追い切れているというところですから、まあ、いい状態で臨んでこれるんじゃないかなと思いますね。はい、12番ロータスランドのお話伺いました。なんと12番人気 33.6 倍です。結構リピーターもね、来るレースですからね。そうですね、はい、はい、では次の馬も伺いましょう。はい、16番ウィンマーベルです。16番ウィンマーベル、前走は G3 阪急杯です。1番人気1着でした。はい、もう本当に1番人気になりましたね。阪神カップを勝っていますから、ただまあちょっとこう間隔空いたんでね、その辺どうかなと思ったんですけども、まあ、追って追って、そして最後の最後に伸びると、まあ、馬場もちょっとこう渋ってましたから、そういった馬場もこの馬にとっては良かったのかなと、しぶとい勝ち方ができましたね。はい、ウィンマーベル、ちょっとねスタートが安定しない時期もあったんですけれども、金層は本当に安定感が増してきましたよね。そうですね、ここ3層、特にここ2層、これはもう抜群ですね。ですから高位で足を貯めれるということができるようになりましたね。はい、連勝中のウィンマーベルは中3周です。状態面はいかがでしょうか。まあ、ちょっと状態よくなくなるとね、硬くなってくるタイプなんですけども、はい、もうそういったところはもう全くないですよね。前向きさもあるし、はい、まあ、ちょっとこう最後抑え気味に輸送を考慮してということですけども、ラスト一波は 11.2 ですから、はい、これはもう本当に絶好調キープという感じですね。絶好調、はいはい、16番ウィンマーベルのお話を伺いました。9番人気 16.5 倍です。では次の馬もお願いいたします。はい、14番ママコチャです。14番ママコチャ、映像は2走前 G1 スプリンターズステークス3番人気1着でした。まあ、ちょっと早めに抜け出しちゃったかなっていう感じはしたんですけども、それでも坂を上がってからもね、しぶとくもう一回伸びましたから、マッドクールをこうに刺されそうになったんですけども、差し返したという感じで、この勝ち方ができるならやはりこの馬は本当に強いなという感じはしましたよね。
はい、このままこちら前走阪神カップでは一番人気5着でしたけれども、振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、今にして思えばやはりこのスプリンターズステークスはなかなかきつかったなというか、信頼ステークス勝った時には重馬場でしたから、はい、渋った馬場もいいのかなと思いますね。はい、そして前走香港スプリントは8着に終わりましたが、振り返っていただいてどうでしたかね。まあそうですね、香港ですから、まあ、強い、メンバー相手というところはあるのと、はい、意外にこう、香港の馬場はもしかしたら合ってなかった可能性も、あるし、この海外の競馬はちょっと評価は微妙ですね。参考外と見てもいいかもしれませんね。はい、そうですね。はい、およそ3ヶ月半ぶりです。調教も見ていきましょう。まあ、帰国した後はもうやはり目標はここというところで、まあ、しっかりこう目標を定めて乗り込んでこれてますしね。まあ、この動きはいいなという感じですね。さすが G1 連帯馬というようなね、そんな動きですね。はい、私もマトクールいつも馬券でもお世話になってるんですけど、調教を見ると本当に買いたくなりますよね。はい、いいと思います。はい、2番マトクールのお話でした。5番人気 10.6 倍です。では次の馬も伺います。はい、10番ビクターザウィナーですね。10番ビクターザウィナー、前走は香港センテナリースプリントカップで1着でした。はい、まあ、スムーズに逃げられたっていうのはやはり一番良かったんだろうなと思いますけども、時はやっぱり遅いですよね。香港の馬場ということを考えてもちょっと遅いかなと思うんですけども、ただこの馬はねやはりミチュアルも上手いと思いますしね、はい、それから一つ陣営が言っていたことなんですけども、はい、オーストラリアかな、左回りの調教をした時にものすごくいい動きだったっていう話があって、それでこの高松宮記念に参戦を決めたということですから、右回りよりそうですね、かなりいい走りができるんであれば、はい、可能性というのはかなりあるんじゃないかなと思いますね。はい、結構スピードも、ね、あるものだと思いますけれども、中7周ですけれども、調教の様子どうだったんでしょうか。まあ、動きは本当にこう力強い感じですよね。ミチュアル OK っていうようなそんな動きに見えますから、そうですか、はい、しっかり調整ができているんじゃないかなと思いますね。はい、おしまいは香港から参戦10番のビクターザウィナーを挙げていただきました。4番人気 9.4 倍です。さあ、このレース直文さんが選ぶ有力馬は7頭ということになりました。ではここで印を確認しましょう。本命3番ナムラクレア、対抗5番東進マカオ、黒三角12番ロータスランド、白三角16番ウィンマーベル、以下14番ママコチャ、2番マットクール、10番ビクターザビナーまで挙げていただきました。直文さん、ちなみになんですが、はい、6番ルガルの評価はどうですか。はい、まあ、これは印つけてませんけど、一応紙面上では印はつけてますけども、その次の白三角という評価ですね、まあ、前回重賞での3馬審査コンマ5秒差 57.5 キロを考えると、これは本当にこう無視するわけにはいかない馬なんですけども、はい、ただまあ京都だったということですよね。そこがポイントだと思いますね、はい、坂のあるところでの実績がないコースも初めてだと、それから加えて金量ですよね、58キロ、これも初めてだというところ本当ですね。だから重馬場はこなしているとはいえ、京都の意外に不良馬場ってそんなに、はい、重くなかったっていう感じがしましたんで、はい、中京のこの馬場とは坂があるところではまだ全然違うなと思うんで、はい、まあ、その辺ですよね、これがまあ人気がないようなら買わなきゃと思いますけども、一番人気ですから、もうちょっと人気かぶりすぎかなと思うんで、はい、あえて印は下げたということですね。はい、私本命にしちゃったんですよね。いやいや、可能性はあると思いますけども、はいはい、では買い目を発表していただきましょう、はい、直美さんからお願いします。はい、本命ナムラクレア、単服、そして生まれ流しですけれども、印は入ってたんですが、買い目はビクターザミナーを抜いて、相手ご覧の通りということですね。そうですね、そこまで馬場が悪化しないであればというところですね。もっともっと馬場が悪くなればビクターザミナーは抑えなきゃいけないなという感じはしますよね。はい、ちなみに JRA 版スマホアプリでオッズをチェックしてみると、馬連挙げていただいた中で一番人気のある組み合わせが3番5番で 15.2 倍、つくところでは3番12番で 78.3 倍ということになっております。これ組み合わせによってはかなり、ね、つきますね。ロータスランド人気ないですね。そうなんですよね、はい、だからもうちょっとこれは楽しみですよね。だから単服、単勝もある程度はつけると思うんで、はい、
あまりこう3連単とか買うんであればやはり淡泊主力に行きたいなという感じですね。はい、はい、この買い目ぜひ参考になさってください。以上、番組解説委員による高松の宮記念の展望でした。ではここで JRA 版からのお知らせです。JRA 版スマホアプリにてレース開催時のトップ画面に機種で探す、種牡馬で探すボタンが表示されるようになりました。今までよりも注目している機種や種牡馬の情報を探しやすくなりましたので、ぜひ競馬予想にお役立てください。さあ、明日の全レースの中から番組解説員が厳選した自信の推奨馬のコーナー、まずは前回の田村解説員の結果見ていきましょう。こちらです。中山6レースハイハロー1番人気1着でした。やりました。馬券はこの通り、馬単 10.6 倍見事的中です。田村さん、おめでとうございます。ということで、いいバトンが直文さんにつながることでしょう。はい、はい、今回どのレースからいきましょうか。はい、中山の7レースですね。中山7レースは4歳以上1勝クラスダート 1800m 戦、こちらが枠順です。推奨馬を教えてください。はい、1番ウェイワードアクトです。はい、ウェイワードアクト、狙いはどのあたりでしょうか。まあ、2回しか走ってませんけども、2戦とも東京なんですけどもね、この2戦ともやはりこう内容がいいし、まあ、これはセーリーステークスなんですけども、3着ではあるんですけども1分36秒にですから、はい、まあ、ちょっと1勝クラスの中ではもう確実に能力が上だろうなと。ここは最後追って追ってしぶとく伸びてましたように、戦8全く問題ないなと思いますから、ここはもう相手探しと見ていいと思います。はい、では買い目も発表していただきましょう。お願いします。はい、馬連で相手3頭に絞ってあげていただきましたが、対抗評価が5番のアッティラですか。はい、そうですね、まあ、このところ不利もあったりしながらの走りなんですけども、やはりこう中山、いいなという感じがしますんでね、はい、今日の相手であれはまずこの馬のこう先行力、これを本戦にしたいところですね。はい、結果は次回振り返りましょう。以上、自信の推奨馬のコーナーでした。さあ、明日は中山で G3 マーチステークスが行われます。メンバーこちらです。中山ダート 1800m の舞台、ご覧の砂校舎たちが顔を揃えました。直文さん、こちらも本命教えてください。はい、2番の北の竜王ですね。はい、どのあたり注目されてますか。まあ、とにかく中山は走りますしね、ここに走はクレニシアステークスを勝って、それからポルクステークスではね、アリサンホーナー36秒なら、まあ、足は余して負けましたけども、このコースを走るなという感じがしますし、今ものすごくこう状態がいいんじゃないかなという感じですから、はい、まあ、ここで一つ重賞を勝っておきたい、そんなタイプの馬だと思いますね。はい、原騎手との相性もバッチリですしね。そうですね、原ジョッキー、ここ2戦ものすごく この馬をね、の持ち味っていうのを引き出してますよね。ペースが遅くなってもまくっていけるタイプだと思いますし、軸には持ってこいだと思いますね。はい、こちらもぜひ参考になさってください。さあ、ではここで炎の10番勝負のコーナーです。高松の宮記念番組対抗戦の指名馬一覧、ルガル4チーム、ナムラクレア3チーム、ママコチャ1チーム、東進マカオが1チーム、当番組はナムラクレアを指名しています。ここは直文さんに予想を担当していただいたんですよね。まあ、そうですね、ババア今のところはやっぱりこう渋ってくるかなという感じがするんで、やはりこうミチュアル校舎っていうのをまあ、上げたいなということで名村クリアにしました。はい、はい、どんなスタートになるんでしょうか。解説はユーマの佐藤直文さんでした。直文さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それでは明日も頑張りましょう。